香川県丸亀市に移住した元フジテレビで現在はフリーの中野美奈子アナウンサー44が19日までに自身の SNS を更新最新ショットを公開した写真中野美奈子アナ何でも鑑定団に茶碗持参し150万円インスタグラムに広島にて式典の司会をしてきましたと書き始め久しぶりの広島朝は時間があったので 平和記念公園や原爆資料館に足を運びました。外国人がたくさん来ていましたが、日本に生まれ広島に初演、ゆかりがある子供たちとも、いつか必ず来ようと思いました。中学生かな、いや高校生になってから、と綴った中野アナ、大きな宮島社文字を持った写真を載せ、ハッシュタグには、シャープお土産は路面電車トミカ、ハッシュタグ広島に住んどったんよなどとつけた。 この投稿にフォロワーからは、綺麗綺麗すぎます。相変わらず可愛いい、可愛いい、安定の可愛さ、いくつになっても可愛いなどのコメントが寄せられている。中野アナは境内在学中に、ニス系王に選出され、フジテレビ入社後は、目覚ましテレビのキャスターを務めた。好きな女性アナウンサーランキングで1位に選ばれるなど大人気だった中野アナは2010年に医師と結婚し、 12年に夫の仕事の関係でシンガポール移住に伴い富士大社。16年に第1子を出産。18年に帰国して夫の仕事の都合で広島に移住し、21年6月に第2子を出産した。22年9月、富士テレビ系ポップアップ。で1年半前から丸亀市に移住したことを初告白。夫が地元丸亀で開業したことも明かした。